第13代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーは、イギリスの貴族、政治家。借位を持つ前の1832年まで、スタンリー教の儀礼称号を使用した。1832年にビッカースタッフのスタンリー、男爵に除され、1834年に、ダービー伯爵位を継承した。イギリス首相を務めた第14代ダービー伯爵、エドワード・スミス・スタンリーは長男である。 1775年4月21日に第12代ダービー伯爵エドワード・スミス・スタンリーの長男として生まれる。母は第6代ハミルトン公爵ジェームズ・ダグラス・ハミルトンの娘エリザベス女王。イートン校を経てケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学し、1795年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。 1796年の解散総選挙で、スタンリー家の影響下にある、プレストン選挙区から、ホイック党候補として出馬した。プレストン市当局の講演を受けるトーリー党、候補ジョン・ホロックスを僅差で抑えて、同じホイックのサー・ヘンリー・フィリップ・ホートンと共に、当選を果たす。しかしあまりに巨額の選挙資金がかかったため、これに懲りたスタンリー家は、市当局と和解し、 以降この選挙区においては、コイックとトーリーで議席を分け合うことが取り決められた。そのため1801年の解散総選挙、1802年の解散総選挙、1806年の解散総選挙では、スタンリー教は無競争で当選することができた。1807年の解散総選挙では、スタンリー家と市当局のなれ合いに憤慨した市民グループが、 独自候補を立てたが、連携するスタンリー教と市当局の候補が勝利した。1812年の解散総選挙では、一族のトマス・スタンリーの地盤を引き継ぐ形で、より格の高い州選挙区であるランカッシャー選挙区に転じた。ここもホイックとトーリーの慣れ合い選挙区であり、1832年までこの選挙区から無競争で当選を続けることができた。 貴族院における政府派を強化しようというグレー伯爵内閣の方針により、1832年12月にビッカースタッフのスタンリー男爵に除され、貴族院へ移籍した。1834年10月の父の死により、第13代ダービー伯爵位を継承する。蝶類研究者として著名で、1831年にはロンドン動物学会会長となり、 1828年から1834年までは、ロンドンディンネ協会の会長を務めた。また1831年ランカシャー副提督、1834年には、ランカシャー知事に就任した。1851年6月30日に死去した。ダービー伯爵位は、長男のエドワードが継承した。1834年に、ダービー伯爵家を相続した後、 ダービー白爵家のノーズリー荘園に、エービアリーと呼ばれる鳥類と哺乳類の飼育場を建設した。ビクトリア城をはじめ同行の人々と動物の交換をするなどして、動物の種類を増やしていった。彼によって初めて紹介され、彼の名を冠されることになった動物も存在する。鹿などの狩猟動物の繁殖を行ったり、 異なる牛を交配させて牛肉の改善を図るなどもした。彼は議員としての役割をないがしろにしたことはないが政治的経歴はそれほど盛んにはならなかった。彼は息子のエドワードの方が政治家向きと考えており政治のことは息子に委ねていたという。1798年にシャーロット・ホーンビーと結婚し彼女との間に 長男エドワード・ジェフリーか三何四条を設けた。ありがとうございます。